来たな。動くな。まだ紐を結び終わってない。まさかこれは仕事の一環だ。監督がアドバイザーの俺にワンダラーとの戦闘シーンで使う技のアクションをもっと考えてほしいって言ってきたんだ。でも今、俺の目の前にワンダラーはいないだろう？入り込めないから、アクションが思い浮かばなくて。演技の練習は、息の合ったパートナーとやった方が自然にできる。よし、始めよう。やっぱり自分で考える。相手があんたじゃ手を出せない。どこ行くんだ？他に頼みたいことがあるんだが。あんたしばらく任務はないんだろう？俺と一緒に撮影を手伝ってくれ。ここのロケ弁は美味しいんだが、数が限られてて早い者勝ちなんだ。手伝ってくれないか？ああ、そうだ。それだ。行くぞ。次のシーンの撮影が始まる。いろんなことが起こりすぎた。事故っていうか、一昨日は美味しすぎるロケ弁をカメラマンが一気に5個も食べて、危うく病院送りになるとこだった。先週は出演する猫が炎に怯えて3日間仕事ができなかった。あと先週は、週末なんて名前がついてるから、この映画は多難な運命をたどるんだ。だったら、おまじないを教えてやる。ウルルグルル、撮影が順調に終わりますように。あんたも唱えるんだ。俺にもわからない。初めてやったから。これからこれの効き目がどれほどのものかゆっくり検証すればいい。例えば今夜の撮影が順調に終わって俺たちが早めに帰って寝れるかどうかな。何も変わってない。俺はずっと聖夜だ。月影ハンターにとっても月影ハンターという名前は一時のものに過ぎない。だが月影ハンターは消えた方がいいんだ。彼が現れるといつも良くないことが起きる。
え？どうやら彼も安心してただの噂の中で生きる人間に戻っていいみたいだな。ほとんど想像通りだな。彼はきっとそういう生活が好きだと思う。けどあんたは一番大事なことを忘れてる。